はい、こんにちは。今日は今、アレンジをしてて、で、これから、この新居に来てから、まだ一回も料理をしてなくて、ずっと外食続きで、なんでかっていうと、鍋もないし、包丁もないし、菜箸もないし、もちろん食材もないし、で、リビングにはソファーもないし、テレビもないし、絨毯も敷いてないしっていう感じで、今日、鍋が届いたんで、包丁とか、菜箸とか、最低限いるものを、買い出し行って、食材も買いに行って、で、料理しようと思います。で、兄が多分夜帰ってくるんで、兄と二人で飲みながらご飯食べようかなっていう、僕が、その買い出し役に行くって感じですね。まずはじゃあ、買い物に、レッツゴー。ならない。ニトリ買えたんで、これからは、スーパーに行って食材を買いに行きます。ちょっと目黒川寄って桜見に行きましょうか。つい先日の Vlog の時は桜結構咲いてたんですけど、今日はどうかな。だいぶ葉桜って感じになってきましたね。わあ、でも綺麗だね、やっぱ。ちょっと帰ってきたぜ。いろいろ買ってきたんで、卵とか、卵ここですよね、多分。醤油、しめ鯖。うわ、なんだっけこれ。チンゲン菜、ネギ入るこれ。ちゃうえんせん。朝揚げ大事。あと今日の鍋、もう料理っていうかもう鍋。あとぬか漬けミックス。もやし、ぶなしめじ、しめのラーメン。あと、これ美味しくないですか？これ大好き。あ、羽根付き餃子。もう全然料理する気ないっていう。ラーメン。あ、砂糖のご飯ですね。炊飯器がまだなくて、これ冷蔵？常温。キャベツ。お、なんか充実してきたな、冷蔵庫の中が。あと肉ですね。肉。ちょっといい感じなんじゃないですか？こんな感じ。よし。あ、閉まんない。ネギって外かな？なんかネギって外にあるイメージありますね。OK。じゃあ、ソファーを置こうかな。予定では、こういう風に、こうやってやる感じに考えてたんで、そこに一回置いてみます。よし！ソファー完成しました。こんな感じ。こういうことですね。悪くないんじゃないでしょうか。あとなんかテレビとか机とかまた買わないといけないですね。その辺ができたらだいぶくつろげるスペースになりそうです。とりあえずまだちょっと兄が帰ってくるまで時間あるんで、下に降りて、なんか Vlog の編集とか残ってる仕事をやります。よっしゃー。地下に降りてきました。今から、桜 EDM っていう Vlog を今作ってるんですけど、それの編集をして、あとは同じく桜 EDM の中で作ってた曲で、こういうのがあるんですけど、これがまだ全然完成してないので、これの続きをやろうかなっていう感じですね。で、今ちょうど、兄から LINE 来て、今から帰るってことで、毎回こうやって何分に着きますっていうのをスクショして送ってくれるんですよ。で、兄帰ってきてからご飯食べてお酒飲んで、Vlog を最後まで撮り終える自信がないので、先にエンディングを撮っておきます。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。どうですか皆さん、新生活の方もいらっしゃいますよね。新しい場所行って、で、新しい家具揃えて、新しい人たちと仕事したりとか、ね、学校行ったりとか、ワクワクしますよね。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。